こんにちは、千葉です。先日、Excel ドカタの集会所の方に、パワークエリとパワーピボットを使った、いわゆるモダンエクセル的なデータ集計に関する演習問題とその解説動画を投稿しました。演習問題の内容としては、モダンエクセルによるデータ集計のごくごく基本的な流れを確認するようなものになってますので、今回 YouTube にも同じ動画を投稿することにしました。動画の内容は、あくまで演習問題の解説ですので、パワークエリとは、 とか、パワーピボットとは、みたいなところからは触れていません。そういった内容は、過去に YouTube や Excel とかタの集会所の方に動画を投稿していますので、そちらをご覧ください。動画のリンクは概要欄に貼っておきます。それでは本編開始です。こちらの動画では、Excel のパワークエリとパワーピボットを使って、 データを集計する実習問題について解説します。Power ワークエリとパワーピボットの基本的な使い方を解説する動画ではありませんので、そちらについては別動画をご覧ください。それでは問題の説明を始めます。 データの集計に使うこちらの集計用ブックという名前の Excel ブックを開きます。こちらの Excel ブックには問題というシートと集計というシートがありますが、問題のシートに実習問題の内容が書いてあります。問題文の下に集計を行った後のピボットテーブルの見本がありますが、実際のピボットテーブルは集計のシートに作成してください。こちらの実習問題ですが、使用するファイルはこの1から3の3つのファイルになります。 一つ目の売上原価データの Excel ブックを開いてみます。こちらは売上原価データというシートにこのような列構成でデータが格納されています。そして視点マスターと商品マスターの Excel ブックですが、視点マスターの方には売上原価データの中にある視点コードの名前を管理するためのこのようなデータが格納されていて、商品マスターの方には視点マスターと同じく売上原価データの商品コードごとの 商品名を管理するような、このようなデータが格納されています。この3つのファイルを元にして、最終的にはこのようなピボットテーブルで、売上と利益の金額と利益率を商品名別、視点名別に集計するということを行います。なお、利益の金額は売上から原価を引いた値で、利益率は 利益を売り上げで割った値とします。集計を行う場合には、直書きに書いています通り、パワークエリとパワーピボットを使っていきます。では、こちらの集計用ブックの ExcelBook で、この3つの ExcelBook からデータを取得するためのクエリを作成します。データタブのデータの取得ファイルから ExcelBook から、売上げ減価データの ExcelBook を選択してインポート。 売上原価データのシートを選択してデータの変換をします。パワークエリエディターのウィンドウが開いて売上原価データという名前のクエリが作成されています。続いて視点マスターと商品マスターの Excel ブックからデータを取得するためのクエリを作っていきます。パワークエリエディターのホームタブの新しいソース、ファイル、 ExcelBook を選択します。視点マスターの ExcelBook を選択してインポート。視点マスターのシートを選択して OK をします。視点マスターという名前のクエリが作られました。続けて新しいソースのファイル、ExcelBook、商品マスターの ExcelBook を選択してインポート。 商品マスターのシートを選択して OK をします。これで3つの Excelbook からデータを取得するためのクエリが作成されました。ではそれぞれのクエリでこれらのテーブルの整形を行っていきます。まずは売上原減価データですが、4つのステップが作成されていて、このようなテーブルが出来上がっています。4つ目のステップで各列のデータ型が自動選択されていますが、日付の列が整数になっていますので、 整数ではなくて日付のデータ型を選択します。他の列のデータ型は正しく設定されていますので、特に変更の必要はありません。次に視点マスターのクエリを選択して、こちらはヘッダー行が正しく認識されていませんので、変更された方のステップは削除して、1行目をヘッダーとして使用のボタンを押します。ヘッダー行が3つ目のステップで認識されて、 4つ目のステップで列のデータ型が自動設定されます。データ型は特に問題ありませんので、視点マスターのクエリはこれで終了です。では、商品マスターのクエリを選択して、こちらも視点マスターと同様に、 ヘッダー業が認識されていませんので、変更された型のステップを×で削除して、1行目はヘッダーとして使用のボタンを押します。昇格されたヘッダー数のステップでヘッダーが認識されて、列ごとのデータ型が4つ目のステップで自動選択されています。こちらもデータ型は変更の必要がありませんので、商品マスターのクエリはこれで完成です。各クエリで行うテーブルの成形はこれで完了しましたが、この後この3つのテーブルを 視点コードと商品コードの列の値をキーにしてデータモデルに読み込んだ後でリレーションしていきます。その際、視点マスターの視点コードの列の値と商品マスターのテーブルの 商品コードの列の値がユニークになっていないと売上原価データのテーブルとリレーションすることができなくなってしまいます。今回使用している視点マスターや商品マスターにはコードの列に重複データはありませんのでそのようなステップを追加する必要はないんですが実務においてはそういう重複データが存在する可能性がありますので重複行を削除するためのステップはマスターデータの クエリの最後に追加しておくと安心です。なので、今回も、視点マスターと商品マスターのクエリの最後のステップに、各コードの列の重複データを削除するためのステップを追加しておきます。視点マスターの最後のステップを選択して、視点コードの列を選択して、ホームタブの行の削除、重複行の削除をクリックします。これによって削除された重複というステップが追加されますので、仮に取得したマスターテーブルの コードの列に重複データがあった場合、このステップによって一番上のコードのみが残って重複する後ろの行は全て自動的に削除されます。商品マスターも同様に最後のステップを選択して、 商品コードの列をクリックし、行の保持の重複の削除をして、削除された重複のステップを追加しておきます。なお、売上原価データのクエリの方は、特にコードの重複を削除する必要はありません。なぜなら、データモデル内でリレーションするときに、マスターの方を1、売上原価データの方を多、としたリレーションシップを設定しますので、こちら側では各コードの重複を削除するっていう必要はないです。 それでは、この3つのクエリによって出来上がるテーブルを全てデータモデルに読み込みます。ホームタブの閉じて読み込むのボタンの下の矢印を押して、閉じて次に読み込むをクリックします。データのインポートウィンドウが開きます。今回クエリで取得している3つのテーブルは、シートには読み込む必要はありませんので、ここは接続の作成のみを選択しておきます。その代わりにデータモデルに3つのテーブルを読み込みますので、 このデータをデータモデルに追加するのチェックマークを入れて OK をします。するとクエリと接続のサイドバーに3つのクエリが表示されてすべてのクエリのテーブルがデータモデルに読み込まれましたというメッセージが表示されます。ではパワーピボットのウィンドウを開いてデータモデル内に読み込まれたこの3つのテーブルを確認します。パワーピボットのタブの管理のボタンを押します。パワーピボットのウィンドウが開いて売上原価データと 視点マスターと商品マスター3つのテーブルがデータモデルに取り込まれていることが確認できました。では、ホームタブのダイアグラムビューを選択して、こちらで3つのテーブルのリレーションを行っていきます。テーブルの配置を少し変更します。 テーブルの位置とサイズをこのように変更しました。では、視点マスターと売上原価データのテーブルのリレーションを行うんですけども、キーにするのは視点コードの列ですね。なので、視点マスターの視点コードを売上原価データの視点コードにドラッグします。これで視点コードの列をキーにして、視点マスターと売上原価データのテーブルのリレーションシップが設定されました。マスターの方が1で、売上原価データの方がタという1対タのリレーションシップになっています。同様に、 商品マスターのテーブルと売上原価データのテーブルを商品コードの列をキーにしてリレーションします。商品マスターのテーブルの商品コードの列を売上原価データの商品コードにドラッグします。これで商品マスターと売上データが1対多の関係でリレーションシップの設定が行われました。最終的に集計したい値は 売上を合計した金額と、売上から原価を引いた利益の金額、そして利益を売上で割った利益率のですので、そのためのメジャーを売上原価データのテーブルに作成します。データビューにー表示を切り替えて、売上原価データのテーブルの計算領域にメジャーを作成します。 列を少し広げて、ここにメジャーを作成します。まずは、売上の列の値を合計するメジャーが欲しいので、このセルをクリックして、数式バーにメジャーの数式を入力します。メジャーの名前は、今回は頭に F アンダーバーと入力しておきます。この F アンダーバーは別に付ける必要はないんですが、付けておくと、これはメジャーですっていうのが分かりやすくなるので、 自分が分かりやすいマークをつけておけばいいと思います。今回は F アンダーバーというマークを頭につけておきます。で売上げを合計するので、単純に売上げとしておきます。で、コロン、イコール、売上げの列を合計しますので、サム、カッコの中は売上げの列ですが、こちらの売上げでもいいですし、 あるいは、売上げ減価データのテーブルの売上げ。こちらでもいいです。今回は、どのテーブルのどの列を合計しているのか分かりやすくするために、こちらを選択してタブで決定します。カッコを閉じて Enter を押すと、メジャーの金額が表示されますが、3桁区切りのカンマがありませんので、メジャーに書式を設定していきます。このメジャーをクリックして選択している状態で、ホームタブの書式を全般から 整数に変更して、桁区切りのカンマのボタンを押します。 これで売上を合計するためのメジャーができましたので、同様に今度は原価の列の金額を合計するためのメジャーを作成します。今作成したこちらの売上のメジャーを選択して、Ctrl-C でコピーして、一つ下のセルに Ctrl-V で貼り付けます。この方法でメジャーをコピーすると、書式に関してもコピーされますので、もう一回書式を1から設定する必要がなくなるので少し楽ですね。ではメジャーを数式バーで変更します。 メジャーの名前は F アンダーバーの原価で、サムの中で合計するのは売上ではなくて原価の列でカッコ閉じてエンターをします。次に売上から原価のメジャーを引いて利益の金額を算出するためのメジャーを作成しますので、またメジャーをコピペしてメジャーの名前は F アンダーバーの利益にします。 今度はサムではなくて、売上のメジャーから、原価のメジャーを引きます。このように、列の名前であっても、メジャーの名前であっても、両方とも角括弧で囲まれることになりますので、頭に F アンダーバーみたいなマークがくっついていないと、これがメジャーの名前なのか、列の名前なのかっていうのが区別つかなくなってしまいます。そういった意味でも、メジャーの名前に分かりやすく、このようにマークをつけておくのをお勧めします。 では、エンターを押して、利益のメジャーができました。最後に、利益を売り上げで割って、利益率のメジャーを作成します。今度は、メジャーの書式は、パーセンテージになりますので、最初から、メジャーを作成していきます。数式バーに、F アンダーバーの利益率、コロン、イコール、割り算しますので、ディバイドの関数を使います。第一引数に分子の 利益のメジャー、あんまで、分母の売上のメジャーでカッコを閉じます。センターを押すと、このものだと、このような表示になりますので、書式をパーセンテージに変更します。書式全般ではなくて、パーセンテージを選択して、これでメジャーの書式がパーセント表示になりました。ではデータモデルを参照したピボットテーブルをシート上に作成します。 パワーピボットのウィンドウのホームタブのピボットテーブルのボタンを押します。ピボットテーブルを作成するための集計のシートがすでに用意されてますので、既存のワークシートを選択して選択ボタンを押します。そして集計のシートの B2 のセルを選択して OK を押してもう一回 OK を押します。セキュリティの警告が表示されていますが、これはクエリでこの集計用ブックという Excel ブックとは異なる これら3つの Excel Book からデータを取得するためのクエリがあるために表示されていますので、今回データ取得して問題ありませんから、コンテンツの有効化を押します。データモデルを元にしたピボットテーブルが作成されていますので、フィールドリストから行列値に各テーブルの各フィールドをドラッグして持っていきます。最終的に作成したいピボットテーブルはこのようなものになりますので、これに合わせていきます。まずは集計する値ですが、 先ほど作成した売上と利益と利益率のメジャーですね。すべてのタブをクリックして、売上のメジャーと利益のメジャーと利益率のメジャーを値に持っていきます。そして列の項目にシグマ値がありますので、この3つの値が横に並んでいます。今回は3つの値の項目を縦に並べたいので、このシグマ値は行項目に移動します。これで3つのメジャーの値が 縦にに並ぶようになりました。この3つの値を行項目商品名ごとに分解します。商品マスターのテーブルの商品名を行項目のシグマ値の上にドラッグしていきます。次は視点名で横に分解したいので、視点マスターのテーブルの 支店名を列の項目にトラックします。見本の方は商品名と支店名が売上が多い順に更順ソートされてますので、作成したピボットテーブルでも、総計の列の売上の金額を右クリックして並べ替え、 好順をクリックします。これで商品名が売上の多い順に相当されました。次に、視点ごとの列の並びも全体売上の金額が多い順に並べたいので、全体売上の金額のどこかのセルを右クリックして並べ替え、で今度はその他の並べ替えオプションを選択します。大きい順なので、好順で、並べ替えの方向は横方向、列の並びを好順そうとしたいので、 列単位をを選択しして OK 押ます。これで全体売上げの多い順に視点が相当されました。これで見本と同じピボットテーブルが完成しました。今回の実習問題は難易度1ということで、パワークエリを使ったデータの整形もほとんど行ってませんし、パワーピボットのウィンドウで作成したメジャーについても、使用したダックス関数はサムとディバイドという2つだけでした。ただ難易度が1といっても、モダンエクセル的な 使い方をする場合の一番基本的な形になりますのでぜひ実際に手を動かして取り組んでみてくださいはいいかがだったでしょうか今回の演習問題で使ったサンプルデータは実際の業務で使うデータに比べて非常にシンプルなものだったと思いますがモダンエクセル的な方法でデータの集計をする場合には これが基本的な流れになります。今回解説したような基本を押さえることができれば、あとはパワークエリによるデータの取得や成形のためのテクニック、また様々なダックス関数を使ったメジャーの作り方を覚えれば、エクセルによるデータ集計の効率を従来のものよりもはるかにレベルアップすることができます。 レベルアップのための知識やテクニックは簡単なものであれば YouTube に投稿してますし、さらにもっと踏み込んだ内容であれば Excel ド型の集会所の方にも投稿してますので、ぜひそちらもご覧ください。それではこれで今回は終了です。最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらの動画が役に立った、ためになったという方は、ぜひチャンネル登録、チャンネル登録横のベルマーク、高評価、コメントお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。